嫌なことあったんなら話くらい聞くよ。初めてなんだよこっちは。それに足が遅いのは俺の唯一の欠点なんだ。何言ってんだよ、欠点ばっかじゃねえか。うるさい。俺客なんだからもうちょい優しくしてくれてもよくない？めんどくせえな。いつも俺の前に立ちはだかりやがって。あいつ絶対俺のことバカにして。くっそ。ビールおかわりね。ロッシャイ。どうも。あれ珍しいね、今日一人。後から二人来るんです。奥どうぞ。マサヤ、なんであいつここにいんの？最近来てくれるようになったんだよ。え、まさか今言ってたのってあの人のことだったのか。ビール3つ。あいよ。仕事でうまくいかなくて酔っ払って愚痴ってたのか。わかりやすいやつだな。いや、お二人に早く会いたくて仕事抜けてきちゃった。ほんとに？あれ？嬉しいな。髪切った？切ったの。めっちゃいいじゃん。ありがとう。よかった。ありがとう。え、可愛くない？このコート。最近買ったんだ。あ、そうなんだ。ビール3つね。ありがとうございます。はい、はい、よし。じゃあ、お疲れ様ということで乾杯。乾杯。うまー。カブちゃんに会えて嬉しい。ね、俺も嬉しい。何それ、本当？うん、俺もそうだ。おい、あのホスト誰？お前のライバルだ。え、俺もいい。あいつのあんな顔初めて見た。逆に俺はああいうのばっか見るぞ。二人とも綺麗ですよ、本当に。やだ。何食べようかね。お腹空いちゃった。マジかよ、何なんだあいつ。はい、お釣り300円ね。ありがとうございます。領収書大丈夫？大丈夫ですよ。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。二人は送ってなくて大丈夫？うん、大丈夫。本当に？次いつ会える？二人が会いたいときいつでもいいよ。本当に嬉しい。カブラギ、こいつのどこがいいんだ？ニヤついた顔。なんか帰るの寂しい。ね、寂しいね。まだ帰りたくないね。一瞬だったね。なんだこいつ、ペラ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 喋りやがって。女の子のこと持ち上げて。ホストかよ。俺も好きだよ。気をつけてね。うん、またね。うん、ありがとう。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ちょっと来い。何なんだよ。新井さんに悪いと思わねえのか。新井？ああ、アシスタントなの。そうだよ。俺別に新井さんとは付き合ってねえし。嘘だろ、あんながっつり抱き合ってたじゃん。だから。は？ちなみにあの二人は柳建設に勤めてるから最近たまに話聞いてるだけだ。柳建設って
詐欺容疑で騒がれてる。うん、よく知ってんな。さすが有能。ってことはさっきのあれ取材か。要するに覆面取材だな。裏も取れたし。お前それあの二人騙してるってことじゃねえか。別に俺はただ彼女たちにこう言っただけなんだけど。嫌なことあったんなら話くらい聞くよ。お前耳弱いな。は？しゃあな。酔っ払いはとっとと帰れよ。なんだよあいつ。うまさやん。どうした？とんでもねえあいつ。とんでもねえ。何があった？耳にふうって。耳風。